はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回はデートの決断スリーパープキット PC 版レイテオキ回線の続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、レイテオキ回線で戦ったアメリカ軍太平洋艦隊、この空母機動部隊を撃破して、追撃戦まで行ったというところになります。今回その続きになります。まずはですね、傷ついた艦隊の再編、基地航空隊の再編、このあたりをね、しっかりやっていきたいと思います。それと、攻撃を受けているトラック、ラバウル、マンダレー、このあたりの防衛までしっかり行って、貴重な資源をキープできるようにしていきたいと思います。では、時間を進めていきます。特にこのトラックとね、ラバウルに関してはかなり厳しい状態ですね。で、これでレイテが正式に防衛できたと。いう報告が上がってきています。で、特にですね、この先の作戦を考えた場合なんですが、国力ですね、これ見ていただくと分かる通り、日本がいかにしょぼいかと、アメリカと比べて、国民生産力、あとは鉄、アルミ、石油、物資、ありとあらゆる物資が、そして資源が枯渇していると、そういう状況です。特にね、部隊の予備数もないっていうのがかなり厳しいかなと思っています。一方じゃあアメリカはというと、はっきり言って桁が違います。国民生産力は日本の倍、石油物資の備蓄もご覧の通り、鉄アルミも5倍、部隊数に関しては80以上の予備を持っているっていうね、このアメリカルーズベルトとこれから戦っていかなくちゃいけないと。さらに注目していただきたいのが技術力なんですが、これも日本の倍進んでいるという状況です。で、この国力差を埋めるために、じゃあどうこの先戦っていくかなんですけども、特に資源が足りなくなると予想されるのが鉄なんですけども、やっぱりね、大陸の方に鉄があるんですよね。なので、できればこのカルカッタ、さらにはコロンボ、デリー、インドですね。このあたりの攻略と、オーストラリア、ここが取れればね、鉄の資源がたんまりあるので、鉄に困らなくなるのかなというふうに思っています。一方で、これご覧いただくとですね、わかると思うんですけど、ペリリューから先、トラックとラバウル、ここへの、安全な航路がない状態なんですね。グアム、サイパンの敵基地航空隊の攻撃にさらされてしまうんで、そういったことが起きないように、第一の作戦目標を、ビアク、ウェワク、ここをダッシュして、トラック、ラバウルへ安全に艦隊、輸送船、動かせるようにしたいと思っています。これを第一目標に。そして第二目標に、艦隊をインド方面に転進して、カルカッタ、マドラス、コロンボ。ここをダッシュして、最終的にはデリーまで取れればいいかなと思っています。オーストラリア、確かにね、このポートバイウィン、タウンスビル、このあたりもすごく資源多いんですけど、ここを攻略しようと思うと、プラスラエ、ポートモレスビーっていうね、資源的に旨味のない基地の攻略もしなくてはいけないので、ここは上枠まで攻略したらラバウルまで安全な航路が確保できるという判断を行って、攻略目標をカルカッタ、マドラス、デリーの鉄資源が取れるところに変えていこうと思っています。では時間を進めていきます。はい。ではですね、ここで航空機の生産ラインですね、さらに見直しをしましたので、ご紹介しておきたいと思います。艦上戦闘機は0052型、さらに月光を入れています。で、一式の陸航を中心に、製造を進めます。これはですね、一重に長距離の爆撃機が欲しいというところですね。3000キロ飛べる一式陸航、これの生産を進めます。
で、あとは、陸軍の戦闘機はシップに、もう一本化していきます。さらに陸軍の爆撃機は鈍竜と飛竜。で、ライン数は総稼働数43でしばらく進めていきます。まあ、お金はそれなりにあるんですけどね。これは作っていけばいくほど当然減っていきますので、まあ、少し余裕を持たせたライン数43で稼働。で、状況を見て、上げ下げしていきます。はい。では、あれからですね、少し時間を進めて、今12月3日、1ヶ月ですね、進めました。で、まず小磯内閣が総辞職して、鈴木貫太郎さんが首相についています。で、資源はご覧のような状況です。まあ、やっぱり厳しいなって思うのが、鉄。ここですね。物資はね、それなりに回復してきています。なので、物資をしっかり割り振っていきたいんですが、そのための輸送船がね、少し不足しているという状態です。なので、輸送船の建造数を少し調整して増やそうかな、というところですね。輸送船を、まあ、20隻ぐらいずつ作っていきましょう。いやー、でもなー、ちょっと厳しいけど、まあ頑張りましょう。で、あとはですね、新しく空母と戦艦、これも建造に入っていますので、ご紹介だけしていきたいと思います。まずは、戦艦、いずみ。これ長戸型ですね。この戦艦を、まあ、さらに、それに随伴する、巡洋艦。これも建造に入っています。そしてですね、二次型の空母。これ新しく設計した空母になるんですけども、ベースは大砲型で、艦載機が100。これだから SX 級と対抗馬になる、帝国海軍のね、正規空母ということで新しく作っています。で、対空防御も増やしてまして、攻殻砲が20門、機銃が100門という、まあ、重装甲の帝国海軍待望の新型正規空母という位置づけです。速度もね、33ノット出ます。耐久も60。甲板も82あります。これをね、作っています。で、二次型空母の一番艦。まあ、普通ね、一番艦はそのままネームシップになると思うんですけども、まあ、二次型。これは、これからの帝国海軍のスタンダードなものにしていきたいので、風林火山という名前になっています。これを2つ、2隻ですね。建造中です。竣工するのが11ヶ月後。まあ、約1年後という状況です。で、今実はですね、アメリカ軍の第2波、フィリピンにやってきてまして、これを今迎え撃っているというところです。アメリカ軍の第1艦隊、空母4、巡洋艦8、駆逐艦18、この艦隊がマニラに向かっているようなので、これの迎撃戦から始めていきます。では早速ですね、この第一艦隊を潰しましょう。空撃で第10艦隊が攻撃。51機か、まあ、警部空母からしか出れないので、ここ無理して出る必要があるのかどうかというところですかね。ここは一旦は様子見にしましょう。攻撃を中止。基地航空隊による攻撃を優先したいかな。マニラの攻撃隊だったら、アメリカ軍の第一艦隊、潰せるでしょう。前期、出撃、させていきます。ちょっとスキップしちゃいましたが、空母一隻撃沈してます。高尾の方はもう攻撃できる一式立候をほとんど引き上げてるんで、ここは無理するのはやめましょう。で、メナードの方は逆にですね、増強してあります。まあ理由はですね、メナドに、ポートダービンとかからですね、オーストラリア軍が空爆をしてくるんで、これに対抗するために、まあ、メナドのね、基地航空隊を増強したというのが一つと、あとこの後ビアク攻略をね、念頭に入れてますので、足の長い一式立候、飛竜、このあたりの航空隊を
重点配備したというのが、まあ結果的にね、功を奏したかなと思います。では、前期出撃させていきます。航空隊は4つに分けましょう。では、出撃です。まずは敵の艦隊まで進んでいこうかな。はい。輸送船と駆逐艦撃沈できましたが、空母は取り逃してます。味方のね、航空隊も少しダメージが出てしまいましたね。まあ、ここは残りの基地航空隊でも攻撃をかけて一気に仕留めていきます。では、小沢艦隊からも、空撃していきましょう。はい、小沢艦隊の攻撃で敵の直縁を潰しています。小沢艦隊の方はですね、空母シナボ、正規空母ですね、これを新たに編入させて、攻撃力を増やしています。マンダレ奪われていたんですけども、これ取り返せそうです。まあ、マンダレもね、重要な拠点なのでしっかり守っておきましょう。では第一艦隊にとどめを刺しに行きますと思ったら数がちょっと足りないか。冷戦後2型と随雲だけでは話にならないので、攻撃を中止して残りの基地航空隊に任せましょう。攻撃はただ夜になってしまうので一旦敵の艦隊を下ろすと。明朝、敵の艦隊発見次第攻撃ですね。あとはここマニラに肉付け肉付けじゃない、横付けされてるな。上陸される可能性がありますが、マニラの方は防衛のための陸戦隊も数残ってますので、しっかり防衛していきましょう。夜中はね、出れないんですよね、日本軍は。ここもだから一刻も早くね、夜間に攻撃ができるレベルまで技術力を上げていきたいなというふうには思ってます。では小沢艦隊による空撃を行っていきましょう。先ほどお話したようにですね、シナノが新しく正規空母として編入されています。まあ、航空戦艦ヒューガ1世には水上機をね配備していないので、まあ、出撃するものはないんですが、しっかりとここもね、余裕が出てくれば水蒸気も配備していければいいかなというふうに思っています。では、前期出撃です。ここは、壊滅させる敵の艦隊を。はい。アメリカ軍の空母、残っていた1隻も撃沈してます。さらに巡洋艦3隻を撃沈。もう事実上、アメリカ軍の艦隊ね、第一艦隊は撃破したかなと思います。では、このままね、追撃戦入っていきましょう。はい、では、マンダレーを取り返してますので、まあ、マンダレーはですね、まあ、ご覧のように、コンメイだったり、インパールだったりにつながるんですけども、目的としているのは、それらではなくて、まずはカルカッタ、そして、デリーというところなので、マンダレはね、要塞化だけ進めておきます。で、要塞化した後ですね、ここに関しては、軍を一部駐留させて、で、カルカッタ攻略に、ランクンから進行してもらいたいと思いますので、ここのランクンのね、強化をしていきましょう。要塞化も進んでるし、航空隊も十分配備されている。これだったら戦えそうですね。なので、この基地の攻略目標を変えていきます。軽かった。敵を発見したら攻撃。敵基地に対し陸上部隊でも攻撃をかけます。敵基地に対して航空隊でも攻撃。これで進めていきます。じゃあそのカルカッタなんですけども、お金を使って情報を取りましょう。まず航空隊100しっかり入ってるな。スピットファイヤー、さらにモスキート、
って爆撃機も入っていますね。となると直縁のガズが25、ラングーンから飛ばす航空機は、そうだな、直縁のガズを減らしてでも航空隊を多めに飛ばしましょう。なのでここに航空機、飛龍月光シップ、ここは陸軍のシップだと航続距離が足りないと思うので、やっぱり冷戦が欲しいよな。戦闘機でそこそこ飛べるのだと月光か。月光20機配備しましょう。で、さらに飛龍、これも追加20機。これで一気に、カルカッタをね、飲み込んでいこうと思います。で、一方当初の作戦目標であるビアーク、ウェバクなんですけども、メアードの基地航空隊を今増強中なので、この増強が完了したらですね、ズバリビアク攻略を進めていこうと思います。ビアクの方も工作員入れてたんですけども、ちょいちょいやっぱり捕まりますね。ビアクの方の基地航空隊もご覧のような形になってます。まあ、敵もしっかり配備しているなというとこですね。で、要サイドが54、守備隊が58というここですね。なので一度第6、第10両機動部隊は、マニラで補給で、あとですね、ヤマト武蔵のクリタ艦隊どうなってんだって話なんですが、今ですね、武蔵と長門をドックで修復中です。特に今、武蔵がようやく耐久度半分まで回復してきたね、というところと、あとは長門ですね。長門もね、まだ3分の1程度しか回復していないので、動けるようになるのはさらに1、2ヶ月先かなと思ってますので、メアドから、ビアク攻略を開始するのは、まあ、2、3ヶ月後を想定していて、その前にですね、できれば鉄資源が欲しいので、カルカッタに進行するというのを検討しています。では今回はね、これくらいにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。